そう、エリシアの初めての後輩なんですよ。かなたん、ココちゃん、わため、とわちゃん、ルーナ姫って。そうな、初めての後輩で、エリシアもちょっとなんていうのかな、なんかまだドキドキしてたの。どんな子たちが来るんだろうって。今も緊張してるし、やばいし、そうそう、何を話していいのかいけないのかもちょっとわからなくて、しかも初めての後輩だし、でも一生懸命やっぱ仲良くしたくて、で、初めレシアココちゃんのことをなんかこうめちゃくちゃね、なんか怖い人かと思ってたの。怖い人かと思ってて、あんまりこう話しかけることとかできなかったんだけど、何かとココちゃんがこうディスコードとかでアークをね、みんなにこう進めてくれたりだとかして、これがチャンスだと思って、アークやりたいなみたいな、アーク一緒にやりたいなみたいな。確かディスコー、そう、アークでね、このサーバーをクリックして参加って押して、パスカードはね、これまでと一緒です。あれね、はい、あれのあれを入れると、ピュンと飛ぶことができるんですよ。ルシアボインボインね、あ、言っちゃった、やべやべ、違いますね。クリックして参加って押したら、パスワードを入力くださいって出るんで、ペッタンルシアって入れていただければ、ココちゃん、ペッタンコじゃないよ。来て細く見えるタイプ。あ、なるほど。あの、ルシアアンダーバー、まな板でお願いします。ココちゃんはそのね、明日に起きたら、そのね、大きなね、胸がね、なくなって、ルシアのペッタンと交換されても知らんからね。なんだって、やばい、私の衣装からへそが見えちゃう。ついにつま先が見えるようになるのか。あー、懐かしき自分で靴下が履けるようになるのか。探してるよ。てんてんよ。